里見社長、あの丸先輩とどんなつながりでしたっけ。丸ちゃんは、はい、もともとこれの前のオーナー。え、オーナー、え、丸先輩が。違う、この車の元の、はい、元のオーナーの。あ、はいはいはい、カメラ小僧で次に、あ、そうなんですか。これは自分が買ってったら、はい、よくほら太田とか、はい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 、市場とか、あ、あー、そういうつながりで丸先輩と。まあそんな丸先輩今どっかに消えちゃったんですけど、はい、もう丸先輩はちょっとほっといてちょっとご紹介させてもらいたいと思います。すいません。うわー、めちゃくちゃすごい、バンパーもすごいですね。丸先輩のと同じぐらい出てる感じなのかな。丸ちゃんと、うん、ですよね。わお、これ今4トン車ですか。4トン車。これはもういつから乗られてる感じですかね。ええ、6年ぐらい前かな。あ、6年ぐらい前から。これはもうそこからもうノーマルの時から。あ、ノーマルじゃない、ノーマルじゃない、もともと形になってたのを買って、はい、少しずつ自分で、はい、ほうほうほう、変えていってるやん。あ、そういうことですね。だったら総額いくらとかそういうのがなんとなく。ほんとね、ええ、ぶつけられて、はい、に出した時に、ええ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 、ショップで、はい、1から作ったらどんぐらいっていうのを見積もり返ってもらったら、あ、780万。これはそのまんま、そのじゃあ飾らないで、その改造費がなかったとしたらいくらなんですか、このトラック自体は。トラック自体は1000万ぐらい。ああ、いかついっすね。うわー、ちなみにこれは、ね、普段何を積まれてる感じですか。はい、野菜。あ、そっか、市場ですもんね。丸先輩がやってるやつなんですかね。あ、ちょっと違うんですね。へえ、すごい。これもなんか旗棒っていうんですか。なんかこれは旗はつけないんですか。あ、だからイベントの時は、イベントの時、あ、今日イベントだけど、あとはね、今日は今日雨すごかったですからね。今、そうそうそう、今ちょっと止んでますけど、家族さん皆さん一緒に来られてる感じなんですね。へえ、すごい。トラックみんな好きなんですか。はい。あ、本当ですか。おいくつ。何歳。10歳。10歳、9歳。皆さんって来られていいですね。ありがとうございます。ちょっとあの、ま、周りもいいですか。ありがとうございます。やべえ、かっこいい。これなんて読むんですか。わっわっ、横がすごい。え、これって、いや、わかんないけど、当時物とかそんな感じなの。違うんですかね。これはなんていうの、もうね、作った人亡くなっちゃったんだけど、結構有名な、マルクさんっていう人が作って。わかる。トレンディーさんで作ってます。ああ、皆さんトレンディーアートさん、名前、お名前出されて、やはり皆さんなんかトレンディーアートのつながりがあるんですね。そうそう。うちの副会長も、はい、後ろの観音、はい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 、トレンディーさんで、はい、絵と観音を直したんで。あ、そうなんですね。はあ、これってなんか当時物風とかって言うんですか。当時物なんですか、これっていうの。なんか当時物ってなんかその昔のやつのイメージですけど、これすごい綺麗ですよね。あ、これいつ使う。1個しかな。あ、そうなんだ。もうその方が亡くなられちゃった感じなんですもんね。すごい貴重ですね、このロケットも。わお、ロケットは年季入ってる感じですね。ロケットも結構高いんですよね。針谷さんに自分聞いた時に30万ぐらい安くても。これとはまた違う。これはバスについてた。バスについてた。え、昔のね、バスについてたロケット。そう、そうなんですか。え、バスについてた。昔のバスって、ええ、あの、要はこれをダクト代わりにして、はい、中に、機械に当てがいて、あー、そうなんだ。え、昔のバスこれついてたんですか。そうそうそう、普通のやつのバスってことですよね。バスは飾らないですもんね。普通バスっていうか、はい、観光バス。観光バス、観光バスって飾らないですよね。でも今日だけど昔のってこういうのついてて、でほら、はい、あのでかいのついてるでしょ。はい、あれはもともとほら、なんだっけ、
ハトバス。火つけてた。あ、そうなんですか。みんなほらバス好きな人とか。はいはいはい。すげえ。これじゃあ貴重なんですね、このロケットは。すごい。かっこいい。これは奥さんの名前ですか。あ、マカミさん。おお。かっこいい。あ、それでこれちなみにこれは何て書いてあるんですか。名四国道緊急車両。名四国道緊急車両で教員。おお、これもなんか結構前に貼られた感じですか。これはね、前のオーナーが、あ、そのまんま。はいはいはい。そうなんですね。有名な。はい。あ、そうなんですね。あ、ちょっとだってこれも年金入ってる感じありますもんね。かっこいい。ていうか丸先輩からさっきからずっと電話かかってきてるんですよ。ちょっと出ます、すいません。里見社長、はい、まだ回ってますで、あ、これ鳴らしてもらえないですか、このラッパー。あ、丸先輩はぐれてましたよ超探してる。あ、本当ですか。自分超探しました。もういいやと思って撮らせてもらってました。はい、あ、もう今あの、あ、子供さん9歳と10歳ね。ナンパさん誰が？ナンパされてる。いやいやいや、おかしいでしょ。おかしいでしょ。いや、ちょっと待って、今これ鳴らしてもらうんです。里見社長。あら？鳴らしてもらっていいですか？ナンパ。え？アイボ、アイボ、待って。おお！音でかっ！これ電車ホーンってやつでしたっけ？え？トリプルってやつなんですね。すげえ！音、あ、あと里見社長、後ろいいですか、最後。ごめんなさい。後ろもめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。これも前のオーナーの。こちらはなんかあんまり年季が入ってるとか感じはしないですけど、めちゃめちゃ綺麗になってますね。横と違ってクリアかかってるから。クリア、あ、そうなんですか。入ってクリア VT あるから、はい、これで綺麗やん。あ、そういうことなんですね。横はちょっとあの、まあ、年季が入ってる感じがちょっとしましたけど、でしかもこれバンパー、これなんて言うんですかね、このバンパーの名前。リアバンパー。リアバンパー。めっちゃこれも綺麗じゃないですか。すっごい、うわー、かっこいい。しかも光沢組好きなんですね。あー、奥さんが。はい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 。すいません、里見社長ありがとうございます。ありがとうございました。